大体毎年、今いたね。いるんだよなぁ。いるわ、やっぱ。これ。危険生物。メダカの天敵です、これが。野外で冬を越したメダカたち、下に沈殿しているこのゴミを掃除したいので移動です。キラキラ。あー、ここにもおるね、ヤゴが。抜け殻があった。これはもう捜索しないといけないわ。最悪なのね、もうこれひっくり返したいけど。いないか。あ、いたわ。ほら、出てきた。2匹。悪魔だね、これ。水中の悪魔。あと何匹いるか。あ、メダカがいた、まだ。ほらほら。ほら、いた。メダカだ。どこだ、メダカ。うわ、いた。ヤゴだ。すっげえいるんだけど、ヤゴ。メダカいた。黒百式。これは黒い部分が薄い。あんまり良くないですね。光体系っぽいな。光か。黒百式光かもしれない。けどな、光ですね。まあ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 って感じ。よくないね。ヤゴいるのかな。なんかいなそう。いない。あ、いっていないか。こういうグリーンウォーターにメダカを飼ってるんですけど、でメダカを移動させて、そしてヤゴを取り除く。なるべくヤゴを取り除いたところに、はい、ミジンコを野外で育てるには雨水よりもなるべく水道水を入れた方がいいです。そして水道水をグリーンウォーターにする。まあ今回の場合はメダカを一冬外でこう飼っていたんですけど、もしかするとこれね、あまり育たないかもしれない、ミジンコが。というのもやっぱ雨水が多いとどうやらあんまり良くない。水道水からこうカルキを抜いて、そこにグリーンウォーターを加え、ハイポネクス添加して、そこでグリーンウォーターにまたこうなってきたもの、水道水からグリーンウォーターを作る。そこにミジンコを入れる。それが一番増えるような気がしますね。まあ、気温とかも影響してるんですけど、ミジンコを制するものがメダカを制すと私が言っていました。
という感じですね。まあ、とりあえずこう2つ水槽掃除しました。ただこれもう完全に 100% 近く雨水なので、なんかミジンコ増えないような気がしますね。一応ここにハイポネクスを添加してみたいと思うんですけど、うん、でミジンコ入れるとちょっとやってみますか。設置している水槽場所なんですけど、一日のうちで、まあ午前中はまず日が当たらない場所です。なので水温が低め、夏でもそういう場所で、夕方は日が当たるんですけど、なんていうかな、まあ温度変化があまりないのかな、いい面で言えば。でも悪いところはやっぱ暖かくなってこないっていうか、うん、水温が上昇しにくい場所ではあります。激しいその水温変化じゃないので、いいような気がするんですけどね。ここでミジンコを増やしたことがないので、今回は挑戦してみます。ではハイポネックス原液ちょびっと、これぐらいね、入れときます。でこっちも同じように入れときます。まあ青みどろっていうんかな、糸状の苔がここはとりあえず生えてなかったんで、ハイポネックス入れときました。僕ね、やっぱ糸状の苔が生えていたら、藻か。苔というより藻です。藻ですね。藻がね、生えると、すごい厄介ですよね、あれ。夏によくある。あいつがある状態で多分ハイポネックス入れると、もうとんでもないことになるんじゃないかなって。ミジンコ入れちゃいます。じゃあミジンコこっから採取。逃げるね、逃げるね。すっげえ早い。全然捕まえれないわ。どうしよう。そこの方にいた。これぐらいの大きさのやつを吸い込む。あ、逃げた。わかったか。バレるね。一匹捕獲。二匹。三匹。三匹入ってます。三匹ね。まあ、二匹ぐらいずつこう入れて。お、入ったか。4匹捕獲しました。ミジンコこれを2匹ずつ入れます。では入れます。まあ、言い訳しておくとですね、ここの場所でミジンコ増やしたことがないんですよ。ミジンコってすごい不思議で、もうなんていうかな、いろんなとこにこう入れても同じような条件は違うんか。まあ、日陰であったり、半日陰であったり、日向、いろいろあると思うんですけど、まあ、どこでね、どういうふうにこう、生存するかっていうのが、ずっとそこでは、なんか、水がなくなってもまた水が入ると復活する場所。そういうのもあるし、すごい面白い。謎が多い。で、いきなりいなくなったり、そういうのありますね。潜っていった。慌てて潜っていったね。まあこれが全滅するか、うまいこといくか、わかんないですけど、やってみます。まあ、両方メダカがいたんで、もともと。いい感じの状況にはなってると思うんですけどね。ミジンコの餌になるような、なんかいるでしょう。はい。では、この実験。そのまま消滅するっていう可能性がもうもろにあるんで、あんまり期待しないように行きます。とりあえず今はなんかここで泳いでます。どこだ、どっか行ったけど消えましたね。またではこんな感じです。メダカ一匹も出てきたか。
まあいいか。はい、メダカ族どうでした、ピヨヨン。なんかここ3日4日卵止まっちゃったな、産卵ね、止まっちゃったんですよ。原因は分かっています。水温が低い。はい。で、なぜ低いのか。気温が今20度あるのに、小屋の中もあんまり変わんない。いや、小屋の中って5度ぐらい高いんじゃなかったって突っ込まれますけどね。実は3日ぐらい前に遮光ネット張ったんですよ。これが原因ですね。ちょっと早かったかな。でもね、撮影するのにここはやっぱ例えば22度とかになると30度近くなってきて辛いんですよね。あー、でもね、やっぱ産卵させないとダメですよね。最初の産卵した、まあ、やったーなんて言ってたんですけど、このタンチョウのね、この赤のメス、卵を産んでたんですけど、いなくなっちゃって、で、おかしいなぁと思って、よく見たら、食べてました。もう自分で産んで自分で食べるっていう、こいつ悪いやつだわ。これね、卵全部食べてました。口にめっちゃついてたんですよ、パクパクしながら。マイルは本当、それから全然産卵床に全くつけたいし、終わったんじゃない？ということで、皆さんのアンケート結果、産卵に関するアンケート結果、公表します。どうぞ。